いうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームコーゾロップで。もうアニメも実はねこちらと拝見したとね、はい、いかがですか。あのリースちゃんとユーリくんが動いてるのともう喋ってるものを見てめちゃくちゃやばいってなりました。やばいんですよね、こう言語化できないような、あ、やばいみたいな。ずっとこの辺りくすぐられてる感じですよね。、うん、そうですね、ポカポカくすぐられてるみたいな。そうそうそうね、はい、うん、もうすっごい丸まった、うわもうくしゃくしゃのシャツ、ね、うん、あシワだらけです ね確かに。これをねちょっといい感じ。でも私さっきちょっとヒントをスタイリストさんに、あ、プロじゃないですかちょっとそれ。でもなんかね説明が難しいみたいで、うんうん、あちょっと何言ってるか分かんなかったから。どんどんかけますね。そうですね、はい、まず沙織さん、はい、いいですね、はい、はい、かけていきますよ、ね、どこからかけていきますかっていうのもありますね。私はこれ今襟をかけていますよ、はい、じゃあ下からいきます。はい、はい、下からすごいかけてもらった人がこうね着たいなって思えるシャツになってたらいいんじゃないでしょうかね。応援してほしいな。リリスに応援してほしいな。頑張れ頑張れ頑張れ坊ちゃま。これの作中であって作中であるんですけど、実際に私がやると恥ずかしい。そういった流れで、ではアイロンかけね、ちょっとこの辺りにしてまいりましょう。もうちょっとかけたかったですが、うんうんうん、ね、あでも背中とかすごい綺麗ですね。わあ、最初のシワよりは襟がピシッてしてる、うん、襟こだわりの襟です。こだわりの襟ですね、うん、沙織さんのかけました。アイロンがけと、そしてミレイさん、はい、うん、アイロンがけしていただいて、綺麗に、うん、ちょっとシワが目立ちます。いやいや、こだわりポイントは、こだわりポイントは後ろです。やっぱ背中が綺麗な方が、確かに、うん、後ろまでね、うん、行き届いてる感じが、うん、ね、ありがとうございます。